おはようございます。今日は室蘭にいます。室蘭のホテルセルピアっていうところに泊まりました。なんと1泊3000円のホテルです。安いホテルです。でもシャワーが途中から水になりました。寒かったです。ドアを閉めておきましょう。暖房もほとんど効かなくて寒かったです。今朝これから出かけるところですけれども、ベランダに出られるのでベランダから室蘭の風景、あれが測量山、測量山は違う、こっち反対側かな。風力発電が回ってますよ。風力発電が回ってますね。新日鉄の工場の中にあるようです。曇りです。それから あそこにエスカル室蘭というホテルがある。あそこは以前、何年前だったろうかな、8年か10年くらい前に泊まったホテルだな。ここはね、ここはすごく危ないの。踏んづけたらなんか床が開きそう。うわ、怖え。すげえ怖えですよ。下真っ逆さまに落ちそうな感じのホテルです。なるほどな、しょうがないか。3000円でも。これが室蘭の曇り空の朝です。以上で終わります。